やろうかね。さあ、ガチャマン、今週も頑張って。はい。やろうか。はいって、おかしい。誰にはいって。おかしいよ。誰にはいって言うから、今。いけねえ。僕は、はい。今週もイベント頑張ろうね。あ、頑張ろうね。結構お客さんも来てるし。うん。今日は、ね、イベントも大きいし ね。寄ってくれたらいいよね。うん。いっぱい来てくれたらいいね、ほんと。まあ、でもしばらく行く前。そうちょっと。そうちょっと。なんだお客さん来んかな。ね、まあもうそろそろ来る時間やろうかね。うん、まあだいぶ一般列も、うん、はい、できるね。うんうん。そろそろ。うん。あ、ほんまや。あ、知ってる。トレーシングペーパーに印刷しようが。懐中か懐中。あ、ほんまや。うん、向こうがスケッチを基調すごいです。びっくりした。でもこれ本文とか透けんの中から。うんね、あ、そのまんまやったら透けそうなね。ねえ、なんか。いらっしゃいませ。なんか気になる表紙でもありますか？これなんですけど、これ、はいはいはい、なんか半分に透けてるんですけど、なんか中から本にした時って本文透けるじゃないですか。ね、これ、うん、あの、ね、これね、トレーシングペーパーに、うん、実はね、これ白を吸って、あ、4色カラー吸ってるという本なんですけどね、これちょっとね。え、白ってどういうことですか？これだ。こういう風に。うんうん。あ、ほんまや。色が違う。全然違う。ね、表側もこうやって、うん、全体的に透けるという表紙なんですけどね。うん、中身がこれでも透けそうだよね。うん。ね、中にこれ。カラー印刷してるけど、うん、まあ先日、まあ、こっちで一色刷りとかしとって中にカラーを置いてこういう風にミスチャルとかね、おしゃれ、うん、ロゴかなんか印刷してからの、うん、そう、でこれ白シーチューけんね、後ろから見たらね、白シーチューのは結構わかるけどね、まあ白なくても普通に単色とかで刷っても当然可愛いと思う、うん、やっぱでも下にカラーがあった方がね、可愛いんじゃないかなって思いますからね。あ、じゃあ遊び紙とか入れちゃったら可愛い感じ。遊び紙もいいね。うん、遊び紙、うん、あとちょっと文字を持ってくるとかね。ああ、いいねそれ。なるほど。あ、というような感じで。うん、でもね、あとトレーシングちょっとだけね、まあこれ表紙に使う分は熱いかもんけど、うん、薄かったら、うん、夏場ちょっと危険なのね。うん、実は、うん。梅雨時期にね、ちょっとね、うん、あのこれカールしたりするんですよね。うねったりするんですよね。まあちゃんと保存したら別に大丈夫だけどね、うん。あとね、ちょっとトレーシングってね、ちょっと破けやすいんですよ。意外と。ああ、そうなんや。うん、カールしてね、そのまま本にするでしょ。そしたらね、ちょっとふわっとした時にピーッとね、走るんですよね。ああ。うん。そういうところはね、ちょっと弱いから、そういうところの、ちょっと、その面ではちょっと弱いんですけどね。うん、まあ、紙の厚さが豊富にあるんでね、ちょっと厚めの紙にしちゃうよね。あ、だいたいまあ、うちが使ってるのはだいたいこれぐらいの厚みがもう、ぐらいはもう最低欲しいなと。うん。うん、割とね、あの、トレーシングちょっとお値段もちょっと高いから、これぐらいが一番もうベストではないかなと、うん、今までの経験で作った厚さかな。うん、うん、ちなみに西村って知ってます？ここって西村投資のブースなんやっけ？うん、知ってます。使ったことは？ないです。なんで？高いし。え？高い。なんて？高い。なんて？あ、そう。え、ちなみに原稿は早いが？うん、早いですよ。早い、うん。あ、そう。いや、金額知らんのですけど、なんか高いって言わなきゃ。そういうことが多いんでね、うん、でも案外そうじゃないよっていうところね、いくつかあるんやけどね、うん、まあ例えば、うん、ちょっと原稿が早くできた場合、うんうん、まあチックとセットって言って、うん、まあアートポストに PP はもちろんのこと、数種類の特殊紙を一緒にセットになっちゅう価格のもんなんだけど、うんうん、これはね、比較的西村の中でもちょっとお得にリーズナブルにできるセットになってますんで、まあもちろん、うん、ね、ここにある仕様からオプションで、うんうん、まあ、遊び紙つけたり加工を足したりっていうこともできるんでね、うんうん、よかったらぜひこれも見てください。はい、ありがとうございます。うん、なんか西村高いっていうのはもうね、もう、あ、でも確かにこのセットをやったらそんなにそこまで思わんかな。 でもじゃあこれ以外はやっぱり高いね。いや、そのために早割りもありますし、うん、さらに、ね、これが一番うちの面白いところだけど、うん、うちね、結構ね、原稿が、うん、まあちょっと遅めの方が多いんで、うんうんうん、そういった方にはあまり早割りっていうのは縁がないんで、うんうん、だからね、そういう人のためにちょっと表紙だけの割引なんていうのもあるんでね、まあ、加工するにね、ちょっとだけ、あ、だから本文のほら締め切りが早く過ぎて、うん、加工のセットが使えんっていう方がやっぱ多いんで、うんうん、あくまで本文は遅くても大丈夫、う
表紙だけの割引もありますよ。表紙だけとりあえず先にできちゃったらええってことです。そこだ、うん、なるほど。そんなのありますよ、うん、でもね、あとね、うん、最近始めたサービスもね、むっちゃおもろいのがあって見た見たことある。何かで見た。そう、噂で聞いたことある。使った使ってない。もう使った、早使った。いや、だってまだ使ってない。有効性能になんか使うと気が引けるもん。いやいや、これね、他社で使っても構わんのです。うん、もう一緒に、原稿を作るの楽しもうっていうね。はい、粋なサービスが、お尻ペンペンサービス、うん、ペンペン。あー、チラシは初めて見た。あのね、今、LINE、うん、じゃあ、ショートメール、メール、LINE、電話、どれでも構わん。SM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  プレイする？うん。そういうのもありなんです。あのね、結構ね、最初、SM って書くとき、お客さんがね、きつくきつくとかね、言ってくるけど、まあ、きつく言うのも構わんですけど、うん、まあ、ある程度、うちも仕事でやってるんでね、まあ、害なことは言えんけど、うん、まあ、程よく。ペシペシとペシペシ押していただきますよ。じゃあ電話で何時に電話くださいとか言うちょっとらしてくれるんですか。電話もしますよ。うん、誰が電話するかは分かりませんけどね。うん、そこはランダム。ランダム電話。社内の人が、うん、担当のペンペン担当のものが電話します。ロシアンルーレットみたいな。ちなみに私池と言いますんで、あ、もし何かあったらいつでも。あ、じゃあ、あとね、この名刺ちょっと変わっちゃって、うんうんうん、なんと、あ、いつでも金額とか締め切りが分かる特殊名刺になっておりますので。おちゅうやん。手より長いき自分でこちょ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 おちゅうやき。かわいいでしょ。すごい、なんか名刺10枚ぐらい渡されたのかな。まあまあ、ちょっとゆっくり見ていてください。はい、まあ、分からんことあったら聞いてください。うん、はい、島本角田の同時にやらんかえ。はい、島本さん。はい、前回やったのがこれ、プロットと、うん、プロット兼ネームですね。はい、うん、で、前回、うん、書くって言ったよね、私。そう、原稿用紙に書く言ってたよね。じゃーん、おこれですか。そう、135キロとか、あ、これキロ数ってやつですね。そう、レンス、うん、そこは、うん、ちょっと、まあ、また、おいおいの話ですね。うんうん、で、これが漫画専用の原稿用紙で、うん、何が普通の原稿用紙と違うかっていうと、うん、こんな風に目盛りが、そう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 、うんうん、ここが立ち切り線で、塗り足しのとこでって、まあ、ネットオンラインで原稿集人にはね、多分分かると思うんやけど、うん、それがもうそのまま印刷されてる原稿用紙ですね。はい、これが実際が、これ、映像で出るかな、薄いね青色がね、印刷に出ない程度の青色がね。あ、そう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 、あるんやけど、うんうん、これに書いていきます。はい、で、4コマやからやっぱり4コマの枠をもちろん書かんといかんよね。もちろん。で、これは早速定規で、加藤部長の使い古しの定規削れちゅうけどねとか言ってね。そうまあ大丈夫やろ。じゃあ枠引いていきましょうか。はい、で、こんな感じで、うん、メモリがあります。うん、うん、1、2、3、4コマ。本当やね、ちゃんと、うん、間も空いちゅう。そうそうそう、ここ見やすい。で、ここタイトルの空きとかそんなんかなに入れてもいいし、ね、まあ入れんくてもいいし、うん、で、ね、タイトル、そっか、タイトルいるね。なんかなんとなし4コマにはタイトルがついちゅうイメージがあるから。確かに新聞4コマぐらいしかわからんけど。で、とりあえずね、枠線の下書きってことで、うん、私やっぱり筆圧濃ゆくない？濃いよね。ね、ね。もっと見やすい感じです。もっと上手力を高めなくてよ。さわっとね。さわっと。うん、濃ゆいわ。もう諦めた。でも見やすいで。よしよし。じゃあいい。
で、じゃあ次に、うん、ここと、うん、こっちにも書いてくれちゅうね。ということは、ここと、ここ、うんうんうん、矢印があるね、矢印ね、三角がありますね。OK?、うん、OK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 、よし、これで4コマの枠が引けました、うん、ね、これでまあ、絵を描いて、ペン入れして、この鉛筆線のね、枠はいらんところは消していく感じでね、うんうん、なるほどね。これが一コマ、ね、そう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 、で隙間があってっていう感じになるからね。そうそうそう、隙間がなくてもいいかもしれないけど、読みやすいね、やっぱり隙間が ね、うん、ある方がいいからね。読みやすいし、見栄えがちょっとね、綺麗に見えますよね、うん、そうね。で、前回描いたこれを見ながら、はい、そうね、じゃあ西村、梅雨になった西村、梅雨になった。そうね、これ見る感じ、こう四角い吹き出しって感じよね、こんな、うん、説明ゴマみたいな、ね、そう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 、セリフ吹き出しじゃなくて、こういう説明吹き出しみたいな、うん、ここに西村、うん、建物のなんとなし、そう、あとでちゃんと西村の、ね、外見を外に出てスケッチしようかで、髪が、ちょっと絶望感がこう誘うようなねえ、もうふにゃふにゃになるとね、なんかテンション下がる下がるね、ねえ、まあさんといかん書類もへにゃってなるへにゃにゃ、そういうのって書き文字っていうかね、そうそうそう、効果音書き文字、うん、うん、横を見るとくるっとしてる、くるっと、くるっと、そうね、池さんの横におるのは基本的に私やから、こう、うんうん、このメガネが振り向きますよ。うちの会社テンパ率高いよね、高いよねああ、そうやね、ほわーんとほわーんとそうそうそう、あー、なってるなってる、こう、くるくるんってこういう書き文字もね、最初にこうちゃんとね、うん、あーとか書いておいて、うん、こうやって肉付けしていく方がね、綺麗なやり方なんやけど、あー、ね、そうなんだよね。そう、私は適当な人間なんでね、無駄に中和やろ、実はそうかもしれん、いろいろ書かされるうちになるほどね、やったことない人はそうやって文字を書いとってから、そうそうそう、肉をつけていく方が確かに綺麗やね、均一につけれるし、よし、じゃあ次は、うん、あ、そう、しとしと、しとしと、雨の、絵図でわかるかな、この辺になんか、アジサイでもなんかあった方がこう、いいのかな、こうね、なるほどね、アジサイなんか咲いてないんやけど、そう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 、効果を見せることで、そうそう、梅雨っぽくなる、お、なんかこう、それらしく、それらしく、した、あ、じゃあタイトル決めて、タイトル、なんだろう振り向くと、振り向くと仮タイトルです。次に変わってるかもしれません、はい、振り向くと、てんてんてん、ダーン、ダーン、よし、だいたい大まかなのを書いたら、その後はペン入れになるか、そうね、うん、もうあとは直すところ、まこことかちょっと、うんうんうん、あとでちゃんと西村の外観を見ちょかんといかんなと思うけど、それ以外はもうペン入れしてもいいんじゃないかな。なるほど、わ、うん、かりました、うん、じゃあもうほとんど流れは会長かに考えね、そうね、ペン入れの前にね、うんうん、上をなぞるだけでもう出来上がりの状態までしとってからペン入れ、そう、わかりましたね。なんかいきなりペンから始める人もおるらしいけど、あー、なんか見たことがある目から隠しておるとか何も書かずに目から隠しておる、漫画の神様とかそうらしい、そうらしい、すごい話です。じゃあ次ペン入れからいきましょうか、うん、はい、じゃあ次 またよろしくお願いします。よろしくお願いします。西村ラジオ、西村ラジオ、第40回、今回はね、なんかスタジオ U さんで出展中、僕らのブースになんか同人屋なんかの2人がやってきたという設定でお送りしました。普段はね、あんな感じでブースで僕とか加藤を立ってるんですけど、もうちょっとね、大体近いような感じで
お話しさせてもらってますんで、スタジオユーザーのイベントに来られた場合はまたぜひお立ち寄りください。僕とか加藤、あもう一人いますけどね、思わその3人が誰かがいますんで、ぜひ来てください。ということでまた来週。